はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資をしておりました安間洋先生です。今回は2018年11月ですね。今回の紹介するのは片寄せボリンジャーバンドの RSI の分析からのシグナルを試験しております。こちらの方に AUDUSD ですね、現在の認知、現在の日にちが、11月13日火曜日1時43分ですね、午後の。で、AUDUSD が 80% で30ピップスでのね、シグナルが見つかっています。これ RSI が見つかっておりますね。で、こちらの方は、ユーロ JPY と AUDUSD 同じくね、が2つが見つかってます。このシグナル待ちですね。勝率 80% って出てます。それを下が、現在のね、これが大事なんですね。あと、1回の平均利益ピップスが29ピップスと31ピップスとあるということですね。で、分析は RSI は片寄せボリンジバー、黄色片寄せボリンジャーバンドに RSI が2つで分析してます。こちらは3つですね。処理が大変時間かかり、分析がかかるのでね。通常は2つだけの分析となってますけど、3つで分析した方が正確ですね。これは、たまたま出てきましたね。で、85% 以上で昨日勝ったんですけども、ライブでね、投資で。少し勝ったんですけども、シグナルが今日出ませんでした、85% だと。ないんですね。それでちょっと落として 80% で分析させて出たということで、今回ですね。勝率が低いんで、勝ち負けが結構、あると思うんですね。考え中ですね。これ見ると負け、勝ち。これ負けですね。ポジションのはね。全体では勝ってるみたいですけど。こうね、分析しながら、シグナル待ちしてるんですけどね。なかなか見つかんないようですね。で、情報はね、ファイリングしてるんですね。これ、で、後にね、いい設定値が、作られてないかということでね、記録ファイルに、記録残してます。このね、メタトレーダーはね、ルートがね、自動で、コマンド入力して書き込みますとね、自動作成されるんですね。メイクが必要ないんですね。ということでね、自動でメイキングされてまして、よりわかりやすくファイルを記録してます。で、こっちですね。こっちが、分析率が高くて、こちらで分析データ出たのは初めてですね。新しく作ってね。AUD、USD、これはすごいですよね。一つだけ出てますよね。こちらなんですけどね。勝率 80% 以上。AUD、USD ですね。30ピップス以上ということでね、分析が出てますね。どんどん情報を見てるんですけど、
ですね、実際ね、このファイルに、このファイルにデータ書き込んでですね、7個の投資で71%、こういう成績のはありますって。これはこんなにありますよということですね。ね。これだけファイル、ね、勝率のものがあります。取引が多いのはね、60%だとこんなのがありますね。こんなのも楽しみですね。うん、これは勝率100%まであるみたいですね。ただ6個しかないですね。ということですね。これ AUD、USD ですね。こちらは75%4個ですか。このように勝率での、この設定値が、内部の設定値がこのファイルリングされてます。これなんかいいね。あ、ダメか。こっちがいいか。ね。これも随分ありますね。いいのをね、選んで。こんな具合ね。これをこっち側にね、移すと自動的にこれ、ローディングされます。だからいいのを移してね。で、この頭消しちゃわないって名前なんですけど、通過国だけの名前でね。これはたくさんあるね。これはたくさんありますね。これだけあるんですね。取引数が少ないですね。これが多いかな。